理科で食育ミスお茶の水女子大学、ご覧いただきありがとうございます。この動画では食べ物や料理の中に隠された理科や科学の不思議について迫ります。第2弾です。麺の色が変わるカラフル焼きそばです。この焼きそば作りに使うのはこちら、紫キャベツです。この紫キャベツを使って焼きそばの麺の色を元の麺の色とは全く別の色に変えていきます。ではまず最初は紫キャベツを刻んでいきます。芯を取ってザクザクと切っていきましょう。細いのが好みであれば千切りでもいいですし、細くなくても大きめのキャベツで食べたいという場合にはもっと大きくザク切りにしても構いません。食べやすい大きさに刻みます。はい、ではフライパンにまずお水を入れます。刻んだ紫キャベツを加えて火にかけます。こうすると紫キャベツのこの紫色が水の方に出てきやすくなります。こうするとこの後麺を加えた時により反応が起こりやすくなるので、あらかじめ水の中で少し紫キャベツを茹でるということをします。でしばらく茹でたので、この紫キャベツの紫色の元になる色素というものが今お水の中に流れ出てきています。ちょっと確認してみましょう。少しこの液体をすくい取って器に入れてみますね。はい、するとこのようにしっかりと水に色がついています。青紫色っぽいような色ですね。この色をつけている色素、その色素の名前がアントシアニンというものです。紫キャベツにはこのアントシアニンが含まれているので紫色をしています。そして今はその紫色をお湯の中に抽出するということをしました。ではこのしっかり水が色づいたところで、ここに焼きそばの麺を投入します。そして水分を飛ばすようにしながら麺を炒めます。ここから麺の色の変化に注目してください。紫キャベツを使って炒めることによって焼きそばの麺が青色に変化していきます。これは焼きそばの麺がアルカリ性という性質を持つことが関係しています。焼きそばの麺は作るときに乾水
という成分を入れています。その淡水というものがアルカリ性の性質を持っているんです。なので出来上がった焼きそばの麺というのはアルカリ性の性質を持っています。そしてそこに加わった紫キャベツの色素であるアントシアニン、このアントシアニンというのはアルカリ性になると青色に変化するという性質を持っています。ですのでこのアルカリ性である麺は紫キャベツのアントシアニンによって青色に変化させられたという化学反応が今起きています。では水分が飛んだところでごま油を加えて香りをつけながら香ばしく炒めます。で塩コショウなどで味付けをすれば青い焼きそばの完成です。ではこの青い焼きそば、これをまたさらに別の色に変化させます。ここに登場するのはレモン汁です。レモン汁をかけてみるとどのような色に変化するのか注目してください。はい、たちまち青かった麺がピンク色の麺に変化しました。これはどうして起こったかというと、先ほどは紫キャベツの中に含まれている色素であるアントシアニンがアルカリ性の麺と反応したから青色になったとお話をしましたが、今度は酸性のレモン汁が加えられたのでピンク色に変化しました。アントシアニンはアルカリ性で青色になり、酸性でピンクや赤色になるという性質を持っています。そのためレモン汁を加えた焼きそばの麺はみるみるピンク色に変化しました。ではこの青い色の焼きそばに焼きそばソースをかけます。今回は粉末の焼きそばソースをかけてみます。そうするとどうなるでしょうか。色に注目してください。この焼きそばソースは弱酸性、弱い酸性の性質を持っています。焼きそばソースをかけて混ぜたことによって弱酸性の性質を持っているソースの力で麺のアルカリ性が中和されたことにより青色が消えてソースの色がついた状態のいわゆるソース焼きそばの色に変化をしました。マシュマロをムースやゼリーのようなお菓子に変身させてしまおうというのを行います。使う材料はマシュマロ、それから好きなジュースなどの飲み物です。このマシュマロにジュースを加える量を変化させるといろいろなものを作ることができます。やり方はとっても簡単です。マシュマロ5個、これを耐熱のボウルに入れます。そしてジュース 15ml を同じボウルの中に加えます。これを電子レンジで温めます。500ワットの出力で40秒加熱します。
はい、電子レンジで温めたマシュマロとジュース、これをヘラなどを使ってマシュマロを潰すようにしっかりと混ぜ合わせます。このゴムベラの全体を使ってボールの内側にマシュマロを押し付けるような感じで潰しながら混ぜていきます。このようにしてマシュマロをすべて溶かします。でこの後はこの生地を型の中に入れます。こちらはしばらく置いて粗熱が取れたら冷蔵庫の中に入れて冷やし固めます。続いてマシュマロの数は変えずにジュースの量を増やして 30ml 加えます。電子レンジで50秒加熱をします。その後は先ほどと同じようにゴムベラで混ぜて型の中に生地を入れます。3つ目はさらにジュースの量を増やして 45ml にします。電子レンジで1分間加熱します。その後の手順はこれまでと同じです。冷やし固めた後の様子を比べてみます。硬さがあり崩れにくく白っぽいムース状の部分は口に入れるとジュワッとしました。とても弾力があります。柔らかいグミのような食感でした。とても柔らかいです。口どけの良いゼリーになりました。マシュマロは卵の白身を泡立てて作ったメレンゲが使われています。ジュースの量が少ないと溶けたマシュマロの泡が残りやすいので固めるとムースのようになります。ジュースが多くなるにつれて泡は消えやすくなるためゼリーのようになりました。溶けたマシュマロを冷やすと再び固まるのはゼリーを固めるときに使うゼラチンがマシュマロの中に入っていたためです。好みの割合を見つけてみるのも楽しいですね。さつまいもからわらび餅を作ります。皆さんはわらび餅食べたことがありますか？さらにはさつまいもから作ったわらび餅を食べたことはあるでしょうか？わらび餅は本来その名の通りわらびという植物から取れる粉を使って作られるお餅です。
ですが中にはわらびの粉を使わずにさつまいもから取れる粉を使って作ったわらび餅というものもあります。今回作るのはそんなさつまいもから取れた粉を使って作るわらび餅です。それを粉を取り出すところから一から作るというのを行います。まずさつまいもの皮をむきます。そしたらおろし金を使ってさつまいもをすりおろします。そしたらこのすりおろした芋を使います。さらし布または丈夫なキッチンペーパーなどでも構いません。布かキッチンペーパーの上にこのすりおろしたさつまいもを載せます。このさつまいもをしっかりと包んで、口の部分を手で押さえてもいいですし、輪ゴムとか紐で中身が飛び出してこないように止めておきます。水の入ったボウルを用意してこの中に沈めてお水の中で揉みます。向きを変えながら優しく中の方までしっかりと揉んで、全体をまんべんなく水の中につけながら揉みます。これをおよそ10分間続けます。はい、10分間揉み続けました。でこの水の方がだいぶ深い色になってきたという感じで変化が見られています。さあそれでは最後はぎゅーっと布を絞って液体を全て絞り取ります。中身があふれ出てこないように気をつけながらぎゅーっと絞ります。はい、そうしましたらこちらの液体はこのまま静かに動かさないようにして20分間を放置します。では今取り出したこちらの袋の中身を見てみましょう。どのような状態になっているでしょうか。はい、布を開いて中身を見てみます。すると、はい、このようにですね、先ほどのさつまいものすりおろしたもの、そこからも水分を絞り取られているので割とパサパサとしたような状態のさつまいものすりおろしたものがある状態です。でこれはこの後また別のお料理に使用することができますので捨てずに取っておきます。それでは上澄みを静かにシンクに流して捨てます。はい、このボウルの底に残ったもの、これがさつまいものでんぷんです。このさつまいもでんぷんの入っているボウル、このボウルの重さを測ります。 347g。
で、この重さから最初に測った空のボールの重さを引けば、中のさつまいもでんぷんの重さが分かります。このさつまいもでんぷん、ちょっと触ってみますね。こうやって指で穴を開けようとしても硬くて動きません。ただこれをちょっとゆっくりとこう引っかくようにして触ってみると、少し崩れてきます。そして崩れたところにわずかに残っている水分、この水分を吸って、とろーっと滑らかに流れてくるようなとろみのついた液体が出てきます。これがいわゆる水に溶いたさつまいもでんぷんの状態です。ゆっくり触れば動くのに、勢いよく力を入れても動かない。こういうのを大螺端子という化学の現象です。ではさつまいもでんぷんの入っているボウルに、でんぷんの重さの3倍の量のお水を加えます。手で溶かしていった方がいいです。手で触ってみるとなかなか面白い感触をしています。でんぷんがだんだんとこう外から剥がれて溶けていくときに、独特の手触りというものがありますので、ぜひ手で触って体感をしてみてほしいです。はい、そしたらそこに残っているでんぷんがなくなったら、速やかに鍋の中に移します。はい、ボウルの中にはもう残っていません。そしたらここに砂糖を加えます。砂糖はでんぷんの重さの半分の重さです。そしたら火にかけます。で、絶えずゆっくりとかき混ぜながら全体を均一に温めていきます。だんだんと透明な塊が浮き上がってきます。浮き上がってきました。プツプツと、ね、透明な塊が出てきているのが分かるでしょうか。この塊が出てきたら手を止めずにと手早く全体を攪拌します。木べらは鍋の底に当てたまま、鍋の底で固まってしまわないように鍋底に当てたまま全体が粘りが出て重みも出てきます。たちまち真っ白だったものから透明感が出てくる状態に変化してきます。ここは本当にあっという間の変化です。みるみるうちに状態が変わっていきます。あんなにサラサラだった液体がすごく粘りのあるとろみのあるような状態に変化していきます。この時に起きているのがでんぷんの固化です。さつまいもでんぷんが加熱されたことによって水を吸って、そしてでんぷんの粒が大きく膨らんでいるんです。でそれによって粘りが出て透明感が出るという化学反応が起きています。で全体がしっかりと固化するように混ぜます。はい、こんな風にとろっとドロッとした状態になってきました。もう白っぽさがなくなってきて、全体に粒々もなく均一な状態でとろみのついた透明感のある状態に変化したら、これで加熱は終了です。火を止めます。はい、こんな感じです。これを冷やし固めていきますので、氷水用意しておいて、いろんな固め方あるんですけど、スプーンですくって氷水の中に落としていきます。そうすると
すぐに冷えて、冷え固まって、そして食べやすいサイズに形作ることができます。プルンとした状態ですね。こんなような感じでわらび餅が完成です。はい、こちらがひかどです。長崎県の郷土料理でひかどというものです。野菜やお肉などを細かく切ったものを入れて煮込んだ汁物です。で、このひかどの特徴はさつまいもをすりおろしたものを最後に入れて、それでとろみをつける、さつまいものでんぷんの力を使ってとろみをつけるというお料理です。ひかどは本来であればすりおろしたさつまいもをそのままお鍋の中に入れてとろみをつけるというお料理ですが、今回はさつまいもをすりおろしてお水の中で10分間揉みました。で、その後残ったもの、これを利用してひかどを作ります。では鍋の中ではだし汁、そしてお野菜、根菜と鶏肉を入れて、で醤油で味付けをして十分お肉に火が通って野菜が柔らかくなった状態になっています。最後の仕上げとしてこのすりおろしたさつまいも、これを鍋の中に加えます。している状態のお鍋の中に加えてください。熱いところに加えるというのがポイントです。熱いところにさつまいもを加えると、さつまいもの中のでんぷんが固化という反応を起こして、その固化することによってとろみが出てきます。片栗粉、水溶き片栗粉をお湯の中に入れるととろみがついてあんかけができたりするのと同じ原理です。さつまいものでんぷんが加熱されることによって固化して、この汁自体にとろみがついてきます。入れてしばらく加熱をしたところですけれども、そうすると汁に少しとろみがついてきます。で、このとろみがついた汁物というのはなかなか冷めにくくできますので、体も温まりますし、冬なんかにはとてもぴったりな汁物だと思います。とろとろ湯豆腐です。いつもの湯豆腐にある一工夫を加えると、お豆腐がとろっとろのふわふわになるというものです。さらにはお豆腐だけではなく、油揚げや高野豆腐といったものも一緒に入れて、いつもとはちょっと変わった湯豆腐を作っていきます。まずお鍋の中にはお水と昆布を入れておいて、しっかりと昆布を戻しておきます。今の昆布はしっかりと戻っている状態です。さあ、ここに入れるのがこちら、重曹です。この重曹を使うとお豆腐がとろとろに柔らかくなるんです。まずこの重曹をお鍋の中に入れます。で、軽くかき混ぜておきます。ここに食べやすい大きさに切っておいたお豆腐を入れて、お湯で戻しておいた高野豆腐、湯豆腐に高野豆腐を入れるっていうことはなかなかないかなとは思うんですけれども、この重曹を使って煮た高野豆腐、この食感はぜひ味わっていただきたいと思いますので、今回入れています。そして
油揚げです。はい、でこれらが入ったらここで火にかけて全体を温めていきます。さあ、それではしっかりと温まったお鍋の中を見てみましょう。はあ、しっかり煮立ってますね。さあ、それではどんな様子になっているのか、まずお豆腐取り出してみてみます。あ、プルプルになってますね。そしてこの縁の部分、豆腐の角の部分、丸くなってきてるのが分かりますか。溶けてきて、そして最初は尖っていた角がもうすっかりと尖ったのがなくなってきて丸くなってきていますし、すごくプルプルです、ね、柔らかくなっているのが分かりますね。この豆腐自身の重さでこの下に落ちそうなぐらいとろっとしてきています。では次に高野豆腐見てみます。高野豆腐はどうでしょうか。こちらもプルンプルンです。もうこの高野豆腐も端の方の角が取れてきてますし、もう溶け落ちそうなぐらいの柔らかさになっていますね。プルプルしてます。柔らかい、はい、では油揚げどうでしょうか。見てみますね。油揚げ、あ、柔らかいですね。こちらももうすごくふわふわな感じになっていて、トロトロとした状態です。中の方の部分なんかもちょっとこう溶け出しているような感じになっていますね。もうくったくたに煮上がっています。これでとろとろ湯豆腐、いつもと一味違う湯豆腐の完成です。大豆から作られている豆腐、高野豆腐、油揚げにはタンパク質という成分が多く含まれています。そして重曹はこのタンパク質を溶かす働きを持っています。そのため豆腐などは柔らかくトロトロの食感に変化したのです。理科で食育 with お茶の水女子大学第2弾、いかがでしたでしょうか。今回もお家ですぐに真似できるものばかりです。ぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。